過酷な長時間残業や賃金の未払いなど労働環境に問題がある企業について厚労省は無料の電話相談や立ち入り調査を行うなど対策を進めています来年度からは新たにハローワークを通じて大学生や大学院生を採用する企業に対し求人票に過去3年間の採用者と離職者の数を記入する欄を設けることを決めました 記業は、強制ではないものの未記入の企業や離職者の数が多い企業は労働環境に問題がある可能性があり厚労省は若者の使い捨てなどが疑われる企業に就職するのを防げるのではとしています。